今回はですね、新しい、ヘッドになりまして、従来 FSB シリーズというのが、昨年から出しているんですけれども、FSB2、FSB6 というその従来の機種の間に入る、FSB4 という、ヘッドになります。で、特徴としては、まずですね、耐火重域の方が、一応ゼロ、フリーから、最大で 3.2 キロまでの、耐火重量あります。で、あとカウンターバランスの量なんですけれども、0から、5までの5段階という形になります。通常その従来の FSB2 に比べるとですね、FSB2 の場合は、耐火重域が、フリーから1.3 キロまでしかなかったんですね。それが今回のその FSB4 になって 3.2 キロまで上がってますんで、まあ、これまで乗らなかった、小型カメラから、HDV、単体ぐらいまでは、これで搭載することが可能です。で、カウンターバランスも、FSB2 は0と1の2段階しかなかったのが、要はこれは0から5までの、5段階ありますんで、その細かい 3.2 キロまでの中で細かく5段階切っていただくことが可能です。で、あと非常に魅力的なポイントの一つなんですけれども、今回その価格の方もですね、こちらの三脚が、10万円を一応切るような形、税別定価で9万5000円という、形になっています。これまでこうザハトラなかなか高くて手に届かなかったという方たちにもお求めやすい、エントランス機というふうになってますので、ぜひ、お買い求めいただければ。